こんにちは、久保です。瀕死の状態ね、私は経験したことないですね。瀕死になる覚悟はしてるんですけども、今までもないし、多分これからもないんじゃないですかね。よくね、自分の人生をドラマチックに人に話そうとすると、いやもう本当あの時は辛かったよとかね、いやもう波乱万丈だったよとかね、もう激動の1年だったとか言いますけども、そんなに大した人生誰も送ってないと私は思うんですよ。で、特に私はそんな大した人生送ってないですよね。だから瀕死は覚悟してるんですけども、そういう風になることがないですよね。で、人によってはかすり傷のことを重傷だって捉えちゃうんじゃないですかね、やっぱりこう自分の人生ドラマチックだと思いたいから。いやでも私ね、本当さざ波が起きたような小ぶれしか起きてないんですよ。ドーンと大きく上に行くかってあんまりいかないし、バーッと下に行くかと思ったらいかないし、だから本当僅差でこうね、誤差の範囲でこう動いてきてるんで、人生振り返ると平凡すぎるようなね、そんなストーリーでしたね。だから人に話せるようなものは特にないですね。多分これからもどんな挑戦をしようとね、どんな滑落をしようとも、要するに転落ですね、転落をしようとも、なんかけつまずいたことぐらいなのかなと思いますし、何なんでしょうね。で、どう捉えるかなんですよね、これはね。かすり傷を大怪我だっていうふうに捉えて騒ぎ立てる人もいればね、自分の過去はこんな辛いことがあったんだよっていうふうにね、プロモーションしてくる人もいるし、オーバーなんだよなと思っちゃいますね、私はね。どうってことないだろ、そのぐらいって。じゃあ瀕死の状態っていうけど死んだのかって話じゃないですか。結局復活できてるんだったら五体満足でしょってことなんですよ、私はね、そう思うんですよね。ただね、そう思ってほしいという人の気持ちは分かります。いやすごい大変だったんですよあの頃は、みたいなね、今もすごく辛いんですよっていう気持ちは十分おもんぱかって叱るべきだと思います。私はそれを切り捨てるつもりはありませんけども、自分の人生を振り返った時に失敗と言えるものはもうないですね。失敗と感じるか、それを学びと感じるかっていうのは自分のマインドセットそのものじゃないですか。だからね、女の子に振られたことを失敗だって言うんだったら、じゃあ振られちゃいけないのかと、振る方は失敗じゃないのかっていう風になっちゃうんですよ。めちゃくちゃになるんですよね。だからね、自分の損得だけ考えて失敗だ成功だっていうわけですよ。いいんですよ、自分がね500万下げられましたって言っても500万儲けた人がいるんだねと、じゃあ差し引きプラマイゼロじゃんって感じ方ですよね。だから個人的にお金取られて悔しいけど、でもその分だけ増えた人がいるんでしょと、その人の周りは合流できるでしょ、よかったよかったでいいわけですよ。なかなかそうは思えないけど、で、瀕死はないです。だから私は瀕死はない。これからも瀕死の覚悟はする、重症の覚悟はするんですけども、その勢いで命をかけてね、片手片足を失ってもいい覚悟でやるんですけども、結局鼻血も出ないです。だってキーボードとマウスしか使ってないんだもん。で、なんかよくね、お金がなくなって借金を抱えたことをもう再起不能っていう人もいますけども、そうかと思いますよね。お金がなくなったって肝臓や心臓がなくなったわけじゃないし、目ん玉くり抜かれたわけじゃないし、鼻血も出てないでしょ、でさっき言ったけどね、お金がないことぐらいでなんだと思いますよね。もともとお金なくして生まれてきて、お金を全部置いてきてね、置いて死んでいくわけですから、歌方なんですよ、その銭があるないっていうのは。そういうふうな誰かの作った幻想にですね、振り回されることはないと。お金なんてのは幻想ですからね。で、お金に根付いてるものも、幻想なんですよ。ただやっぱりお金がないとできないことがあるんで、必要になることはありますけども、ただなくなれば、お金がなくちゃできないことをやらなければいいだけなんでね。今はそういう時代にもなってきたんで、ほとんどお金をかけずに情報発信もできるし、人とも会えるしね、なんかいい思いもできるし、人を励ますこともできるし、さまざまだと思うんですよ。ということでね、きっとこういうことなんじゃないかなと思うんですよ。考え方が変わるってことですよね、きっと。人が歩んでいく中で考え方がどん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 悪くなっていく人もいます。ああもう40過ぎちゃった、50過ぎちゃったとかね、いやいや違うんですよ、40になったぞよ、おっしゃ50になったぞみたいなね、考えれるかどうかですよね。だから本当にね、現象は一つなのに捉え方は無限なんですよ。だからそれを瀕死と捉えるのか、失敗と捉えるのか、いちいち自分の人生ドラマチックにしたくて打撃を受けたっていう風に騒ぎ立てるのか、それともね、いやこんなのかすり傷でしょと、このぐらいの痛みっていうのは誰でも経験するでしょ、だーんどうしたことないですよ、で成功してもね浮かれない、いやこのぐらいのことは誰でも経験するでしょとか、で私も48ですけども50万円になったらこのぐらいのこと誰でも思うでしょうとか、ね、これ誰でも考えるでしょう。
私だけは特別じゃないですよ、そんなことないですよみたいなね、ちょっとね謙虚ながら嫌味に聞こえちゃうこれがねまあそんな感じで私は瀕死はないです。でも覚悟はしていますし、好みと引き換えにことをなそうと思ったことはいくらでもあります。でも引き換えにするどころか本当にねかすり傷も、もうなんて鼻血も出なかったって感じですよね。打撲もしなかったし突き指もしなかったです。でインターネットやるぞーってね、キーボードって突き指したとかないですからね。どこをどう怪我するんだって話ですよ。金がなくなっても要するに金が自分の命を守ってくれてるわけでしょ。お金なくなりました、5体満足です、やった万歳でしょ。お金が大事で、じゃあその代わりに肝臓売りますみたいなことになんないわけですよ、ね、こうやってカメラの前でふざけたことを話していられる、私の人生に瀕死はなかったって何よりの証拠ですよ。まあここまで言ってもね、ちょっとこう学びにならないかもしれませんので、改めてねここでね3つの T っていうお話をしましょう。大抵の人はこの3つの T を持って大きなダメージを受けたと感じます。1つは逮捕、逮捕されたこと、自由が拘束されること、これは私も答えましたけどもね、でも今思えばまあ学びだったですね。2つ目は倒産です。自分の勤めてる会社が倒産する、自分のやってる事業がダメになっちゃう、これね、なんか自分のアイデンティティが失われたような感じがしますよね。私もね、私の会社とか店って私自身だったと思いますので、ちょっと寂しい気持ちもしますね。ただ私自身と思ってるだけであって、私自身は私しかいないんでどうってことないです。3つ目は大病です。大きな病気をして生死の境をさまよってっていう時ですね。これがまあ瀕死だと思いますけども、まあ今ね瀕死の状態、大病を患うっていうのは本当に珍しいっていうかね、がんのステージ4からの再起ぐらいじゃないですかね。他にも何かね精神的なダメージってあるかもしれませんけども、ちょっとそこは私とは縁がなさそうですね。まあ何が起こるか分かんないけども、とりあえず今までの人生私は瀕死はなかったし、これからも瀕死を確保するんだけども、大きな深手を負うことを確保するんだけども、多分深手も負わないでしょ。かすり傷はあると思うけど、そしてそのかすり傷っていうのが多くの人にとってみては、それ大きな怪我だよとかね、大ダメージだよって言えるようなものかもしれません。ただ私が大怪我だと感じなければかすり傷なんですよ。いってらっしゃい。